このデコって、ね、意味があって、うん、柑橘は寒暖差が激しい方がいい柑橘が育つ、うん、このデコを見ればこれの出来がいいかどうかが分かると。どうもこんにちは、ここです。スーパーフルーツティーチャーのなおです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、柑橘ですよ、はい、ずっと、まあ、冬場からね、柑橘ってやってきて、うん、まあ、だいぶ日本の国産の柑橘もだいぶちょっと落ち着いてきた、はい、一部ね、うん、落ち着いてきて、はい、晩柑寄りになってきてる時期になってきてですね、はい、こちらがもう外国産なのよね。そうです、国産じゃなくて外国産のミネオラっていうね、はい、柑橘でございます。まあ、聞いたことはあると思う。あるでしょ、見かけるのは。ほんまによう見かける、うん、スーパーで多分今の時期、うん、柑橘、ね、これが結構メインで出てるもんね、出てくるんで、うん、はい、馴染みあると思います、うん、だから食べたことがある方も多いんじゃないかなと思うの、これは、うん、まだ手に取りやすい、安いしね、値段も、うん、安いし、うん、なんか安いし、なんかちょっとほんまオレンジっぽい味すんのかなっていう感じがあるから、うん、そうね、得体を知れない感もないよね、まあ、は、うん、ない、はい、うん、でまあ多分切り方も、はい、まあ、オレンジと同じような切り方をしたらいいんやろうなっていう切り方があるから、まあ、その辺でもまた馴染みのあるような果物なんですけど、まあ、より今日ちょっと詳しく直先生に聞こうと思っております。はい、はい、今年ちょっとなんか気づかへん。何、え、どういうこと。去年このミネオラを話す時に、はい、ちょっと多分去年も撮ってると思うね、これ、うん、ミネオラとかって、うん、あのココちゃんにもうええってって言われたことあるね。おうおう、覚えてる。何それ、どういうこと。それは柑橘もうええってっていうことかな。いや、ちゃうね。どういうこと。あのね、僕がみかん終わったあたりから、あのもうこれで最後、もうこれで最後って言いながらずっと最後を出し続けたっていう柑橘終わりっていう詐欺ね。そうそうそう、そう、心斎橋商店街の閉店セール詐欺みたいな感じで、もう終わり、もう終わり、もう無理って言いながらどんどんミネオラまで引っ張ったから、今年は一回も言わんかった。ああ、そうやな。そうで、ついにもうミネオラ来たから、もうこの次はハウスみかんやからね。あ、もう言うてええかなと思って、もう最後です、これ最後か、正真正銘もう最後、もうこれで閉店です。なんかね、気分的に今年そんな柑橘出してる記憶はないよね。出してるやろな。出して、あー、でも瀬戸田寛平とか晩柑は出してるし、まあ、ヒューガンナさんも出してるんやけど、はい、なんか去年とかもっと出してたような記憶があって、うん、だからなんか、あ、そんな、そこはね、多分ね、僕らの、あ、僕のですよ、うん、提案スキルが上がったって言って、ほんまかい。あのね、去年はもう柑橘出すしかなかったよ。あ、はいはいはい、そういうことね。そうそう、でもちょっと違うのをちょっと無駄、あ、ね、あのやっぱり飽きるからと出そうっていうので、いろいろ入れてるから、入れてるからそう感じてないだけね。そうなんですよ、まあまあ、でも終わりがけやね、もうほんまに終わりがけですよ。まあ終わり言っても、でも外国産からさ、うん、まあ、日本の方で言ったらもうほぼ終わってんねん。もう終わってます、うん、でやっぱりこれの魅力は食べやすさなんですよ、はい、でずっと去年僕は終わり終わりって言ってたのは、うん、食べやすい柑橘、うん、みかんみたいに手で剥いて食べれるよ、うんうん、でそれがまたポンカンやんか、うん、皮剥いて食べれます。で次なったらデコポン、皮で剥くのちょっとしんどくなってくるけども、うん、中の皮はそのまま食べれる、食べれるね、うん、そういうその食べやすいシリーズでいくと、もうこれがいよいよ最後やなというところです。はい、はい、まあ、ちょっとじゃあさっき、はい、用意してもらっていいですか。はい、はい、お願いします。はいはい、切ってもらいました、はい、まあ、いつも通り手元を取りますと、はい、すごいね、樹脂感が出てますね、うん、ね、ほんまにもうこうやって切ったらもうオレンジやで。そうですね、うん、もうほんまにネーブルオレンジとかあの辺と全然見分けつけへんちゃうかな。僕もこれでパッと切られて出されるとどっちかわからないです ね、もうそれぐらいほんまにオレンジって言ったって感じですけれども、はい、まあ、とりあえず味を評価、はい、甘み酸味、うん、香り、うん、まあ、それでいきましょうか、はい、はい、では早速、はい、ミネオラオレンジいただきます。食べたいと思います。もうオレンジやで。うん。うん。ちょっといまいちやな。うん。ミネオラらしいといえばらしいけどね。なんかミネオラがっていうよりはこいつがちょっとポテンシャル低いかな。うん、かもね。うん。うん。なんかね、甘みが弱い。うん。ね、うん、うん、うん、まあ、ちょっと僕の評価でいくと甘みはもう3ですね、はい、酸味6、うん、うん、香り4ぐらい、うん、うん、です、うん、はい、どうですか。甘み、うん、うん、3かな、うん、そうやな、酸味、うん、酸味5、うん、香りもそんなにやな、4かな、うん、うん、そんなに、うん、
ジューシーさはミネオラとしても、まあ、ジューシーさはあるよ、うん、ミネオラとしてもそんなにポテンシャルは高くないかなっていう感じかな。甘みより酸味の方が勝ってるね、うんうん、喉に食ってくる酸味があるし、ね、甘みがちょっと弱いねこれ、うん、ただねこれね今のこのこれじゃ甘み低いけど、うん、甘み低いからミネオラの素性がはっきりしてるんよ。素性というかどういうことどういうことこれミネオラって、うん、これもう僕オレンジって顔してるけど、うん、これオレンジとグレープフルーツかかってねこれ、ほうほうほう、炭ゼロなんですよ、うん、でもそれ嫌やね俺もうややこしい炭ゼロ炭ゼロそうやろ、炭ジェロもあるしさややこしいね。炭ジェロと炭ゼロは一緒、炭ジェリン、炭ジェリンか、そういやもうなもうややこしいからあと炭ゴールもある。いやそうなんすよ、ほんでなんなんで、うん、グレープフルーツがかかってね、はいはい、ちょっと酸味にグレープフルーツの香りもあそうやな、うん、そうやな、そう、うん、で甘みがガツンと出てるミネオラは甘みに隠れて、うん、このグレープフルーツらしさは出えへんの。出えへん、ああそうやな、うん、そうだから、まあ、ちょっとあのそのグレープフルーツかかってるんだよっていうことを知ってれば、うん、あグレープフルーツっぽいとこが残ってるよねっていう楽しみ方はできるっていう感じかな。薄くやで、薄くです、薄くグレープフルーツの苦みも若干入ってる、ね、入ってる入ってるよな。だからあと口残るのはねグレープフルーツない。そうやな、そりゃわ、うんうん、酸味の感じそうやわね、うん、まあしかもそうやな、甘みがほんま弱いから。そうですね、まあ今日評価3やったけど、うん、4か5ぐらいまではあるかなと思うねんな、うんうん、標準的にはな。そうですね、なんか今日食べたやつはさらに低いから酸味がグッて感じるから、うん、さグレープフルーツやわ、うん、そうやな。実際はそうやね、あのオレンジほどあの、まあ、強烈なオレンジ感というかあのコクのある甘みはないけども、うん、そっちが食べやすい甘みっていう感じの柑橘なんで、うん、まあ、今回のはちょっとねあのポテンシャルちょっと低かったけども全然おすすめできる柑橘ですよ。まあオレンジ好きやったらもう全然食べてもらったらいいです、うん、はい、でオレンジほどちょっと甘みがちょっと弱いかなっていうぐらいの感じでも値段で言ったら1個、まあ、これちっちゃいからね、玉ちっさいからこれで大体1玉100円ぐらいじゃないですかね。で大体1玉売りしてる方少ないです。袋に入って500円とかあのぐらいで大体1玉単価100円程度で売られてるものっていう感じですかね。あとはデコよね。そうですよ、この特徴が。そうだ思い出したわ、さっきこれね3つあったやんか。あったよ3つ。あってそのうち1個選んで切ったやんか、うんうん、その時切ったあデコちっちゃかったな。そうや、ああそうやわ、そういうことですよ。はい、いや、まあ、まあどういうことかどういうことまあどういうことかっていうと、この、 あのミニオラって出来の良し悪しがもう見た目で判断できるんです、うん、まあ、デコポンとかと一緒でここデコ出てるじゃないですか、うん、このデコって、ね、意味があって、うん、このデコが出てるっていうのは昼間と夜の寒暖差の激しい地域で栽培されてたっていう証なんですよ。でもしくはその園地の中でも場所によってはその寒暖差って差があるんですよ、はいはいはい、あんまりこうちょっとあの温度差のない場所もあればあの温度差がすごいある場所もあるんで、そういう温度差にさらされた環境で育てられるとこのデコがねグッと上がってくるんですよ。で柑橘は寒暖差が激しい方がいい柑橘が育つっていうのがあるので、うん、このデコを見ればこれの出来がいいかどうかが分かると。でさっきちょっとここに置くのはやっぱり見た目のいいのを置きたいからデコのちっちゃいやつを切ったがためにこうなったというところじゃないですか。じゃあちょっと、はい、デコがある方が美味しいって言ったからちょ急遽ねさっきのそのデコがめっちゃ出てるやつをちょ切ってもう一回食べようかなと思ってます僕をジャッジするようなやり方やめてくれよ。いやいや、そう言うてんのよ、デコが出てる方がええんやろ、うん、いいよ。あでもあでもさっきよりは美味しいかな。さっきより美味しいね。美味しいな。でもさっきのが好きやな俺。さっきよりもいいけど、オレンジ感が出てきてさっきのグレープフルーツ感逆にないよね。いやそうやけど、いやオレンジ感出る方が評価高いんやろ。せったせった。だってグレープいやそうやで、ほんまにグレープフルーツ感はなくなってる。うん。うん。やっぱ甘み、うん、5ぐらいまで。うん。4、5。上がりますね。やっぱこっちやで。よかったね、うん、俺はさっきの方が美味しいけどね。いやそれ個人のやつ僕はさっきのやつはちょっと酸っぱい、いや酸っぱい好きやけど、うん、あのな喉に鍛えたのさっきの酸っぱさが、うん、ちょっとねそうやね、グレープフルーツ的な強烈な酸味があったね、うん、はい、ということで、まあ、デコがある方が優秀と、はい、よかったですいうところで、はい、うん、何寿命縮まったわ今。いや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 、はい、そんなことはないけどはい、まあでも特徴としてはそうやね、目安さとデコが出てて、うん、まあ、オレンジっぽいのがそうです、安馬ですよ、うん、まあオレンジ好きやったらも絶対買いですよ、うん、というところの評価ですね、はい、うん、まあそんなところですかね、はい、まあ、最初にも言いましたけれども、うん、最後に買える柑橘、手軽に
食べれる。あ、ごめんね。そうだね。手軽に食べれる柑橘だね。安馬柑橘です、ね。あの分担みたいに中の皮まで剥いてとかでせんと、切ったら一応食べれるよというところの最後の柑橘というところでございますので、はい、まあ安いのでぜひ皆さん買っていただけたらなと思います。はい、いいでしょうか。はい。はい、では次回もよろしくお願いします。今年の母の日のプレゼントは決まりましたか ?2023 年の母の日は5月14日です。山口果物でも母の日ギフトご用意しております。概要欄に URL がありますのでご注文お待ちしております。